その時僕は恋に落ちた。私たちこれからもっともっと幸せになります。先日取材を申し込んだライターの役もです。結婚を間近に控え本の出版を目指す彼が目をつけたのは未解決少子事件の元容疑者。君に覚悟はあるの？彼は抜けることのできない罠に迷い込んでいく。去年の冬君と別れ